で、今度こちらですね、スピットファイアの、スタジオストリングスプロフェッショナルの方ですね。スピットファイアスタジオストリングスプロフェッショナル名前が長い、を開くと、まあ、こんな感じになってますね。さっきのチャンバーストリングスだともうちょっとシンプルだったと思うんですけど、こっちの方がこう人数編成が多いので、こんな感じで、分かれてます。まあ、バイオリン1の16人編成のバイオリン1、8人編成のファーストバイオリンで、まあ、4人のやつは、まあ、2グループに分かれていて、まあ、4人 A、4人 B みたいな感じで、こう、人数ごとに分かれています。で、あの、ディビシっていうのは、基本こう、これだと、ファーストバイオリンが8人で1つの音を弾くっていうのがデフォルトなんですけど、場所によっては、その、8人を2グループに分けて、で、別々の音を聞かせたいみたいなことがあるんですよね。そういう時があるんですよね。ディビジっていうのがあって、こういう風に、まあ、さっきのチャンバーストリングスもそうなんですけど、こういう風にこう、入ってない音源の方がどっちかっていうと多分ね、多いんですけど、これはね、ちゃんとこう、ディビジになったら、人数も8人から4人、2グループになるよねってことで、こう、ちゃんとね、別々のパッチが用意されてると。で、じゃあ、まずバイオリン、第一バイオリンからちょっと見てみましょう。で、さっきも言ったんですけど、こっちのスタジオストリングスの方には、パフォーマンスレガートっていうのがないんですよね。で、まあ、ちょっと音聞いてみましょう。そうですね、チャンバーだとレの音まで出るのが、スタジオだと、うん、そうですね、ドシャープまでしか出ないんですよね。だからレの音が欲しいっていう人は、まあ、チャンバーを買うといいのかなと思います。まあ、ピッチベンドっていうかサンプリングして、数音足すっていうのは全然できると思うんですけどね。まあ、ピッチベンドでもまあ、レは出せるは出せると。で、最初にも言ったんですけど、編成別のアーティキュレーションが、これなんですけど、例えばじゃあ、まあ、メインのバイオリン、ファーストバイオリンの8人のやつを見てみると、結構たくさんね、奏法があるんですよね。まあ、これで全部なんですけど、まあ、使わないものもね、たくさんあると思うんですけど、まあ、結構あります。で、これに対して、16人のファーストバイオリンだと、これだけなんですよね。そう。まあ、だから、まあ、おまけ程度だと思ってた方が、まあ、いいのかな、と思います。まあ、とは言っても、まあ、レガートがあって、ピチカート、スピッカート、トレモロとかがあれば、まあ、割と使えると思うんですけど、あんま細かいこと、は、できないですね。マルガートとかもないし。まあ、なんで、全部等しく、16人編成も8人編成も4人編成も使えるんだとは思わない方が、いいと思います。一応使えるは使えると思うんですけどね。はい。で、4人編成だと、まあ、こんな感じ。まあ、8人編成と同じぐらいかな。4人。4人編成、4A も 4B も同じですね。はい。こんな感じになってます。ちょっとじゃあ、人数間でどれだけ音の感じが違うのかっていうのを、ちょっと音出してみたいと思います。はい。で、まずは、ファーストバイオリン16人編成のレガート。はい。まあ、なんか16人で音を出してる割には結構音像がはっきりした音な気がしますね。はい。じゃあスピッカートもちょっと聞いてみましょう。
音量がね、結構まず違うっていうのと、まあ、やっぱり人数が多い方がこうスケールが広い大きい音な気がしますよね。まあ、でもあんま難しいことしないんだったら、なんか16人編成でもね全然いける気がしますね。でもやっぱりこの4人編成のもの、チャンバーストリングスもファーストバイオリン4人編成だったんですけど、それと比べるとやっぱ結構おとなしいですよね、この4人編成のスタジオの方の4人編成は。ちょっと聞き比べしてみましょうかね。でじゃあちょっと8人編成の方に戻って、であのコンソール D のこっちはメインのパッチに入ってるんですけど、チャンバーの方にも入ってます。はい、ここですね、チャンバーの方にもこのレガートの、コンソール D のが入ってます。で結構ね、あれなんですよね、このコマとか本体のどこら辺で弾くかみたいなのも結構ね細かく収録されていて、まあその音どうしてもその音じゃなきゃダメだっていう感じにはならないかもしれないんですけど、やっぱりこのね、このフレーズには、こういう弾き方してほしいんだみたいなのがあれば、チャンバーの方が、そういうところ、そういう時は細かく、弾き方の指定もできると思います。まあ、結構ね、パッチをね、読み込んで、キースイッチを入れるっていうのがちょっとめんどくさいんですけど、まあ、細かくやりたいっていう人は、そういうことも、できます。で、これが、スタジオストリングスのファーストバイオリンと、チャンバーのファーストバイオリンの、まあ、パッチですね。はい。まあ、結構ね、どっちも同じぐらい、入ってますね。パッチがね。はい。まあ、ただ、ここを見ると、結構 FX、エフェクト的な、ものっていうのが、まあ、別々にこう収録されているんですよね、スタジオの方はね。で、それに対して、チャンバーの方は、エフェクトはもう一つのパッチでもまとまっちゃっていると。うん。で、その代わりそのレガートとか、まあ、さっきも言ったそのいろんなね、弾き方が、できると。トリルは、スタジオの方がメジャーサンド、これだけ1個多いんですね。このメジャーサンドだけが、チャンバーにはないと。それ以外は一緒かな。はい、まあ、細かい違いはあるんですけどね、まあ、大体、こんな感じになってます。なんか結構ピチカートが張りがある音がしますね。
ぱ人数が多いからなのか、スタジオの方がピチカートすごいなんかいい気がしますね。じゃあ次、マルカート。やっぱりなんかさっきのチャンバーストリングスでもそうだったけど、あんまりいわゆるディスコっぽいフォールではないのかな。結構なんかサイコパスなスリラーみたいな、ちょっとホラー感が強い、フォールな気がしますよね。全然そのスタジオの方がランは多いですね。さっきチャンバーのランはここぐらいしかなかったんですよね、今みたいな駆け上がりなんで、やっぱりこう駆け上がりはすごいね充実してますね、スタジオの方が。チャンバーと同じようにここで、クローズとファーっていうのを調整できます。ちょっと一番、近いクローズの方にして弾いてみると、はい、っていうような感じになってます。で、細かく、これもね、マイクの、バランスを変えることができて、こっちだと、6本マイクがありますね。クローズ1、クローズ2、ツリーも2つ、アンビと、O ってなんだっけな。O ってなんだ ?O。はい、っていうのがあります。ちょっと1個ずつちょっと見てみましょう。はい。まず、クローズの1だけ聞いてみると、確かね、首席奏者の近くのマイクみたいなの風に、確かに書いてあったんですけど、なんかこれ結構なんかシンセサイザーチックだな。結構ソロマイクっぽいけど。なんかちょっとシンセ感が強いマイクな気がしますね。まあちょっと混ぜる分にはね、芯が出ていいのかもしれないですけど。
結構アンビっていう割には結構芯がある音な気がしますね。てかあんまツリーとそこまで変わんないのかな。やっぱりドライめな音だから、こんだけマイクあってもあんまりボワッとはならないんですね。てかなんかこのツリー1、2と、てかこの後ろ4つはなんか割となんか似たような音をしてる気がしますね。なんかやっぱり、いやークローズマイク2微妙だな。なんかめちゃめちゃ安い音してんな。まあやっぱりなんだかんだこんだけマイクあっても、そんなにこだわってこのマイクは使いたいとか、このマイクのバランスをこれぐらいでとか、なんかそこまではしなくていいんじゃないかなって思うな。個人的にやっぱね、クローズとファーこれだけやればまあ十分つうか、まああとはね、裏でやってくれっていう感じかな。だからそんなにマイクの本数が、必要かと言われると、まあここだけあればいいかなっていう気がしますね。はい。これがビオーラですね。ファーストバイオリンと、セカンドバイオリンは、確かね、結構ね、たくさんパッチがね、入ってるんですけど、ビオーラ6人のやつにすると、比べると、結構違いますね。結構倍近く違うんだな。まあでもここら辺のね、エフェクト関係がないので、その分、まあコンパクトに、まあビオラの方はまとまっているのかな。あとトリルも結構少ないですね。こっちはね、5種類あったのか、こっちは2種類しかないと。まあでも2種類あればね、十分かなっていう気がしますけどね。まあ結構、同じだけアーティキュレーションが入ってる、と思って買うと、結構がっかりするかもしれないですね、これはね。はい、じゃあちょっとビオラも聞いてみましょう。ビオラはあれですね、チャンバーは最高音がファだったのに対して、ビオラはスタジオの方がソまであるので、こっちの方がね、高いんですね。ビオラはチャンバーよりも多く高い音が収録されてるみたいですね。
スタジオストリングスの方には、スピカートは収録されてるんですけど、スタッカートは収録されてないんですよね。なんで、もうちょっとね、スピカートよりももうちょっと長めの音が欲しい人だとちょっと難しいかもしれないですね。まあそこまでこだわりがなければ全然スピカート1個あれば個人的には別にまあまあ大丈夫かなと思います。はい、じゃあちょっとチェロの方をちょっと弾いてみましょう。はい、じゃあコントラバスちょっと見てみましょう。まあ、これだけ聞くと結構低音が充実して出てるように聞こえるんですけど、チャンバーと比べるとね、結構ね、違うと思うんですよね。
チャンバの方が低音が豊かに出てる感じはなんかありますよね。てかなんかスタジオストリングスはね、やっぱり全体的に低音がねあんま出てない感じ、なんかすっきり、まあ高音寄りに多分収録してるんでしょうけど、うん、やっぱりこう弦だけで聞かすには若干個人的にはちょっとすっきりしすぎてるかなって気がしますね。でもね、もしかしたらスピットファイア全体が全体的に低音があのカットして収録されてる音源なが多いのかもしれないですけど、特にスタジオの方はちょっと物足りなさが個人的にはありますね。コントラバスでこんなトリルをすることがあるのかわかんないですけど、まあ、こんな感じになっています。でちょっと一番最初に流したやつのちょっとストリングスだけのパターンもちょっと聞いてみましょう。